半年。長いっすよね。曲作ったり、バイク乗ってうろちょろしてたり、毎日をそのままその日に思いついたことをやってました。今日はルクセンブルグにあるミシュラン二つ星の店に、挑戦してみたいと思います。では。ライブ中にワイン一本ガー飲んで、そのままステージから落ちそうになって、こうやって演奏したことがありました。ラッキョ、ラッキョがついてる。結婚式の引き出物の味がしますね。チビ玉ねぎ、なんかお土産セットに入っている鶏の味がする。これ美味しい。So we are here in Luxembourg and we hope that we will see very soon the other member of the Arc-en-Ciel group. Very quickly. Thank you. ミシュラン二つ星と聞いてたんですが、さすが美味しかったですね。いつでもね、こういうとこ来ると文句ばっかり言ってるんですけど、文句は少なかったと思います。俺が一番好きだったのは、あの赤いタイの料理でした。あれはめっちゃグー。やりたいこと、ピュアにやりたいことだけ、その時思ったことを大切にやっていくしかないなっていう、どんどん来て、次の日にアコースティックギターを買いに行ったんですよ。この辺のね、楽器屋をずっと回ってて、古いアコギが欲しかったんですけど、それがなくって、結局あそこのアンディーズギターっていうところで買ったんですよ。ここです。行きます。ギブソン買ったんですけど、ギブソンをずっとね、2時間ぐらい弾いて、ずっとおじさんは横でリペアしてる横で、俺は2時間ぐらい何も言わずに聞かさせてくれて。それを日本に持って帰って遊びながら弾いてたらできた曲が今回のその虹っていう曲で。How much is this amp? £395.買います。負けてくれました。これでまたいい曲を書きます。で遊びながらすぐできたんですね。なんか3分ぐらいでできちゃって、でいつもだったら長い期間かけて
作ってる間にいろんなことを想像しながらとか作るんですけど、その時は何も考えずに曲の方がなんかスッとできちゃったから、何？虹？に、言葉じゃないけど僕の気持ちは詰まってるんで、それで全て感じてほしいなって思います。今日はヨーロッパで、有数の由緒正しい競馬場にやってきました。軍資金はこれだけあるんで、これを倍3倍にして帰ってきます。 I am Molto Informa, Molto Informa is now formally come Molto Informa for La Camandula aus dem Kampf La Balafarina, my ganz gerne, aber vorne ist alles. 今パドックでこれから第3レースに走る馬が、皆さんに見せてるわけですね。どんな馬かを綺麗にね、歩くやつがいいらしい。So war er mit mir jetzt hier. Man war nicht ganz mit dem Kanen. Aber wenn man. War ich nicht warm, keine Ahnung. Nur so, dass du kaum eine Eito. Hast du ja. Nieban. Aber mit dem Beweiso. Ich geh mal so. Oder hat dann auch noch ne. Yomi Kataga hat der Leber. Dickutis.ね、いつもね、ロンドンでこの間かけた時は変な名前のね、ブルーシャトーとかね、そういうのかけて買ったんですけど、今度は読み方さえ分かんないんでね。じゃあ僕は1468、この間で、全財産使ってみたいと思います。2番手に走ってるのはあれ白い馬だよね。あれ多分俺のだ。6回なんか嫌な予感がしてきました。11番が優勝だったんですけど、ほら基本忘れてました。名前で選ぶべきです馬は。トゥルーン、ドントウォーリーミー、これは心配いらないでしょう。これ読み方がね、俺は勝手にねトゥルーだと思ってます。Das ist für den Toto als endgültige Platzierung 10, 9 und 2. Viertes Pferd ist die Nummer 3, Kiki. Fünfter die 7, Titus Lidius. $200 が、じゃあ200マルクが50マルクになることもあれば、30マルクが200マルクになることもあります。これで、結構トントンだから美味しいもん食いにくくも何もないって。Zeit des Rennens 1 Minute 9,65 Sekunden. Notieren Sie die Kurve. これはその給与期間も前から言ってることなんですけど、自分の聞きたい音楽、やりたい音楽っていうのをやれる遊び場みたいなもんで、これからもそのままそういう姿勢でやっていけたらいいかなと思ってます。